皆さん、こんにちは。ということでね。今日はカルロス・ゴーンですね。結構話題になってますけども、どうなんですかね、この人。私は非常に今回の事件もね、やらせ臭いなと思ってますけどもね。いろんな説が出てますね。まあ、フランスによる、ルノーのね、合併吸収、ね、日産を吸収しようという説とかね、アメリカからの圧力、ね、日産潰し、ね、それとかね、内紛説ですよね、クーデター説、まあそれから株操作があったんではないかとかね、それから司法取引をしたかったんではないかとかね、いろんな説出てますよね。だいたいね、対立軸があるようにね、思わせるんですけども、このハンドサインね、イルミナーティのハンドサインをね、見ると、対立軸はね、なかったんではないかと思いますよね。これイルミナーティのハンドサインじゃないですか。ねえ。まあ、このサインをしてるっていうことはね、皆さんグルでやってるっていうことじゃないですか。ね、トランプなんかもう、もうしょっちゅうやってますよね。このハンドサイン。イルミナーティのね、ハンドサイン。メルケルなんかもね、たくさんやってるじゃないですか、これ。なのでね、対立軸っていうのはね、彼らには、ないということがわかりますよね。ググるとね、たくさんこういうの出てきますね。トランプのハンドサインね。もうね、メディアに登場するときはね、必ずこれやってますね。このサインをね。こういうふうにね、ヒトラーもやってますけどもね。ね、彼らがイルミナーティですよっていうのをね、サインで伝えてるわけで、ハンドサインでね。ヒトラーもやってますね。これね、有名ですけども、メルケルですね。こういうふうにね、欠かさずハンドサインをね、やってましたよね。まあ皆さんね、ご存知かとは思いますけどもね。車産業ね、ほとんどが、イルミナーティですよね。こういうね、ロゴにね、そういうのが隠されてますね。日産もそうですね。日産のロゴね、これもいろいろ言われてますね。この前も言いましたけどもね、土星に似ているような感じの、形とか、あとはね、ニサンの日に、ユダヤ人のカレンダーのニサンの日にかけてるとかね、このニサンっていうのはね、いろいろ言われてますね。土星っていうのはね、サターンですから、ちょっと発音は違いますけどもね。ね、サターンとセイタンなんですけれども。まあ、ナイキのロゴと一緒ですよね。ナイキの土星の輪と一緒ですね。まあ、そういうことも言われていますよね。まあ、車のロゴにね、ほとんどオカルトの意味が隠されていますね。こちら日産のね、リーフですね。リーフの、CM ですかね、これはね、これね。見てください、この目をね。All Seeing Eye ですよね。すべてを見通す目。イルミナーティですよ。ね、ホルスの目。いろいろ言われますけどもね。ちょっと見てみましょうか。最近はもう隠すこともしないと。白と黒が使われてますね。最後にロゴが出てきた。ね。このブルーもね、フリーメイソンリーカラーですよね。それからね、こういうのも、9月6日とかね、6996ですよ。ね。6996ね。フリーメイソンリーナンバーです、これね。こういうね、皆さんね、同じ、シンボルをね、使ってるわけです。要はね。ということはね、対立があるように思わせますけどもね、それっていうのはね、見せかけの対立なんですよね。利害はね、一致してますよ。彼らの利害っていうのはね。それを見せないためにね、わざわざね、いろんな工作をやっているわけですね。彼らのね、目的っていうのはね、最終目的は NWO ですからね。世界統一政府、新世界秩序、ね。これをね、目論んでますから、なかなか見えづらいかもしれませんけどもね。最終目的はね、こういうふうな、NWO に向かっているということなんですね。この、カルロス・ゴーのね、666のね、ハンドサインですけども、ね、一般的にはね、OK サインですけどもね、まあ、あとお金のサインとかもありますけども、これっていうのはね、獣の印です。ね。666のね、獣の印を表しているわけですね。こういうのもね、トランプと同じですね。トランプもね、こういう風にやってますね。666ですね。獣の印です。マクロンなんかでもね、同じですね。666のね、サインをやってます。これちょっとフランス語なので、ちょっとわからないんですけどね、なんて書いてるかね。66.6%。なんか選挙の時の、話でしょうかね。支持率が 66% あったとか、そういう感じではないでしょうか。おそらくね、これは大統領選の時ですね。66.6%。支持率があったんでしょうね。そもそもね、このカルロス・ゴーの逮捕の瞬間ですけども、これもね、非常におかしいですよね。決定的瞬間なんですけども、カルロス・ゴーンはね、肝心のカルロス・ゴーンは映っていません。これっていうのはね、マネーショットですよね。メディアがね、一番欲しがる映像だと思うんですけども、なぜかね、その姿はね、見えません。ちょっと見てみましょう。こういうのもね、何箇所かからね、撮ろうと思えばもう少しね、中が見れたのかもしれませんけどもね、カメラがなぜか1台しかね、この場面を撮っていませんね。こういうふうにね、捜査員が、降りてきますけども、この中にね、カルロス・ゴーンを連行する姿がね、全然映っていません。ねえ、まだ中にいましたけども、なぜ、ね、出てくるところを映さなかったんでしょうか。ねえ、こんなにね、お金になるショットっていうのはないと思いますけどもね。特捜からのね、リークがないとね、こういうのはね、こういう画像、映像はね、撮れないんですけどもね。この映像もね、わざとらしいですよね。なんかちょっと演技っぽい感じがしますよね。この捜査員たち。6人降りていきましたけどもね。やっぱり6ですね。他のメディアどうだったんでしょうね、リークしてもらえなかったんでしょうか、なぜこの朝日だけね、これを撮っていたんでしょうか、こちらはね、電子版の方です。朝日新聞のね、19日。20時37分ですね。これは配信は。これね、数字合計してみてください。これ218でね、2018年の218で11になりますね。そして、ここ11ですから、11、12、13となりますね、ここで。11、12、13。そしてここで19日の1で、14。それに、9を足しますよね。するとどういう数字が出てきますか ?23 ですよね。合計が。2018年11月19日っていうのはね。23ですよね。23っていうのはね、日産の意味がありますよね。馬鹿げてますけどもね、23。ね。皆さんね、なんでこの日に逮捕されたんだっていう人たちが多いと思いますけどもね。過去、何年とね、不正をやっていたわけですけども。なぜこのね、2018年11月19日にね、逮捕されたか。ね、これ、やっぱり、日産の意味があるんじゃないかと私は思っていますね。インサイドジョークですよね。こういうね、数字が絡んでることからしてもね、やらせ臭いわけです。そしてね、この、今見ていただきましたけども、カルロス・ゴーンの姿がね、確認できないわけです。ということはね、実際は彼はね、逮捕されていないということですよね。メディアではね、拘置所、ね、東京拘置所かな、そこに、拘留されてるっていうふうに、言ってますけどもね、実際はね、彼はこの中にはいないと思ってますね、私はね。このね、日産の専用機ですね、ここに、機体番号が打ってありますけどもね、これはね、N155AN と書いてますね。N155AN ですね。まあ、見た感じが日産に見えるということなんですけども。これなんだ。ね、ここにも書いてます。北エリアね、日産の社名に似た記号 N155AN が黒い文字でプリントされていたと、ね、書いてます。このね、まず日産をちょっと打ってみましょうね。数比でね。日産ですね。これ日産っていうのはね、18になります。カルディアンでね。これもね、9にもなりますし、666にもなりますよね。18っていう数字は。サブ618ですからね。そして、ピタゴラスの方はね、22になります。22ですね。これマスターナンバーですね。11とか、22、33、44、55、66ね。77、88、99。これマスターナンバーですよね。日産。そして今のが、これが、数字でいけば、N155AN ですから。ね。これで見てもね、ピタゴラスで22という数字が出てきます。カルディアンでも22が出てきますね。こういうふうにね、数字をね、合わしてるんですね。例えばね、ダット3とかありますよね。ダット3ね。これ。ダット3っていうのはね、23になりますよね。これ23。日産ですよね。こういうふうにね、数字を絡めてるんですね。彼らはね。そしてね、この sun が入ってますよね。ダットさんの3は太陽ですけどもね。こういうのもね、太陽崇拝につながってるわけですね。ダットがザットになりますよね。あの太陽ということで。まあ、太陽が入ってあるわけですね。こういうのもね、まあ、太陽崇拝につながっているわけですね。悪魔崇拝ですね。ちなみにね、カルロス・ゴーンはね、この、カルロスは普通ですけど、このゴーンっていうところはね、GHOSN ですね。ゴースンみたいな感じですね。ゴーンですけれども、この人はね、カルディアンで42ですね。そして、ピタゴラスで、50になります。この人はね、絡まないですよね、数字がね。ゴーンは27で絡みますね。ゴーンも23になりました。これね。ゴーンっていうのも23が出てきましたね。日産ですね。ちなみにカルロスっていうのは、カルロスも23が出てきましたね、これ。カルロスも23じゃないですか、これ。どうしましょうか、これ。ピタゴラスで。ピタゴラスで23。そして、ごめんなさい。ね、ピタゴラスで23。そして、この、ゴーソンのゴーンがね、ピタゴラスは27ですけども、カルディアンで23が出てきますね。面白いですね。そして、で、グレッグ・ケリーですね。グレッグ・ケリーですけども、この人は、カルディアンで27ですね。ピタゴラスで48ですけども、まあ、フルネームじゃないんでね、また、ちょっとフルネームでも、検索してみたいと思いますけども、まあ、この人は27が絡むと。ね。グレッグはどうでしょう。グレッグは13。ピタゴラスは28。ケリーはどうでしょう。ケリーは22、14ですね。そして、今回はね、この2人だけが出てきてますよね。これと、グレッグ・ケリー。グレッグ・ケリーが出てきてますけども。この、なぜかね、二人だけの名前が出てきます。今回はね。これもね、カルディアンで69が出てきます。ね。カルロス・ゴーンとグレッグ・ケリーは69という数字が出てきます。これっていうのはね、23をね、3かけましょう。ね。23×の3っていうのはね、69になりますね。これは、ピタゴラスは98ですね。ね。69の数字が出てきます。ね。フリメソリの数字ですよ。これはね。それから、コストカッターってね、よく言われてます。コストカッターね。コストカッターはね、これ41カルディアンですね。ピタゴラスで36ですけども。これね、コストカッターはね、33になるんですよね、これね。C っていうのはね、3ですから。ね。イニシャルを取るとコストカッターっていうのはね、CC でね、コカ・コーラとかね、クレジットカードとかね、何がありました?コインチェックとかね、CC っていっぱいありますよね。シャネルも、ココシャネルか、とかね。CC っていうのはね、33の意味がありますから、これもね、フリーメイソンリーのね、スコティッシュライトの最高回の数字ですからね。33っていうのはね。アメリカ同時多発テロね。2001年9月11日でしたけども。これもね、ここが3、ここで9で12ですよね。そしてね、ここ、11で計算してね、合計数を出して、オカルトの23っていう人もね、中にはいますね。今度はね、ウィキペディア、ウソペディアですね、これを見ていきたいと思います。とりあえずね、この誕生日、ね、誕生日は1954年、3月9日でしたね。64歳ですね。今ね、今現在。この日、逮捕の日とね、少し絡んでますね。逮捕の日がね、2018年11月19日でしたからね。それから、来年3月の9日が誕生日ですから、その日を含めて計算するとね、111日というのが出てきますね。こういうのもね、もしかしたら、計算して、やっていたのかもしれませんね。任期はね、2000年6月から2018年の11月まででしたね。これっていうのは18年間ですよね。18年はね、何回も言いますけども、666に、それからサタンのナンバー9ですね。9ですね。これはすごいですけども、この栄誉ですね。ナイトコマンダーっていうのをね、もらってますよね。大英帝国勲章ね。こういうのをもらってますけども、どうですかね。こういう人をね、逮捕するでしょうか。大英帝国からね、勲章をもらった人。最も広範囲に与えられ、最も勲章数の多い勲章であるとありますけども、こういう人はね、私は逮捕しないと思いますね。結構ね、いろんな有名人がね、これをもらってるようです。ね、立派な人たちです。立派な人と言われる人たちですよ。ね、社長会長クラス、海部俊樹。ね、いろんな人がもらってます。ね、日本人でも。トヨタもね、もらってますよ。日立製作所ね。東京電力会長とかね。まあ、フリーメイソンリー賞ですよね。これね。フリーメイソンリーの勲章ですね。こういうのをね、たくさんもらってるようです。このね、ウィキペディアですけども、ほとんどね、数字やね、日付は書いてないんですね。例えばこういうふうに、2016年10月よりとかね、こういうふうに日付は書いてないんです。しかしね、この、2017年2月23日、ね、この日は日付を打ってるんですね。あと、逮捕された日とかね、解任された日はね、日付を打っていますね。この日はね、日産自動車は、同年4月1日付で副会長兼共同 CEO の才川博人が代表取締役社長兼 CEO に就任することを発表した。ね、就任じゃなくてね、この発表する日をね、わざわざこういうふうに書いてるわけですね。ここでもね、23ですよね。23が出てきます。そしてね、この223っていうのはね、反対に読めば、322のね、スカル&ボーンズの数字になるわけですね。322といえばね、3月22日ですね。この日はね、ここ何年間かね、テロが起こってます。例えば、イギリスの方ね、ロンドンでもテロがありました。その前にはね、ベルギーでもテロがありました。どちらもね、やらせのテロですね。これが起こりました。その反対の日ですね。322、223ですね。この日にね、この才川博人が、CEO がね、代表取締役社長兼 CEO に就任することを発表したわけですね。就任はね、あれです。この、4月1日からね、確か、ここ書いてます。4月1日付で、っていうことですから、わざわざね、この発表する日をね、こういうふうに、書いてますね。322っていうね、例えば BBC なんかそうですね、アルファベット順でね、BBC っていうのはね、223になりますね。反対から読めば322になるわけです。スカル&ボーンズですね。東京地検特捜部による逮捕ね。先ほども言いましたけども、11月19日ですね。合計すると23、23でしたよね。これはね、皆さんご存知の通りだと思いますね。そして、この11月22日ですね。合計すると、11プラス22で33になりますよね。この日にね、11月22日に、取締役会において日産の会長職と代表取締役から解任され、取締役となり、26日には三菱自動車においても会長職と代表取締役から解任され、取締役となった。というふうに、ね、なってますね。この11月22日っていうのがね、重要なんですね。合計すると33ですから。ね、最近で言えばね、安田純平の解放。これ10月23日でしたよね。合計すると33になりますし、吉沢瞳のね、飲酒ひき逃げ、これもね、33歳だったりとかね、飛田純也、3人に3000人体制とかね、ケネディもそうですね、11月22日、これも33がたくさん絡んでますけどもね、これもね、やらせでした。ね、実際は死んでいません。ケネディの数比やね、ピタゴラスで33になりますよね。それからね、舞台になった、場所。これね、ダラス、テキサスですね。テキサス州のダラス。ね、これもカルディアンで33になりますよね。決定的瞬間を撮ったね、あのフィルム、ザ・ブルーダーフィルムですね。このザ・ブルーダーフィルムもね、ザ・ブルーダー、この人フリーメイソンリーでしたよね。頭の部分をね、よく見ていただけるとね、バンドが見えますね。そしてね、このバンドにカツラがくっついてますね。これはね、マネキンにね、カツラをかぶしてたってことなんですね。これね。もうこの頃からね、マネキンを使ってたわけです。こういうふうにね。横顔ですけどもね、こういうふうにバンドが見えます。ね。これっていうのは、マネキンですよっていうのをね、言ってるわけですね。話がね、かなりちょっと、脱線しましたけども、こういうふうにね、数字が絡むときっていうのはね、気をつけてください。やらせの場合がね、あります。特に33という数字が出るとき、この日はね、この数字が出るときは、やらせの確率が高いです。ね考えられませんよね。この、どこでしたこれ。ベルサイユ宮殿でね、結婚パーティーをしたってことですけどもね。それが一転してね、こういうふうな感じになるわけですか。この、拘置所での、生活ですけどもね。もう考えられませんよね。こういうのもね。さっきのね、ナイトコマンダーもそうですけども、ね。彼らね、特権階級ですから、ね。こういうことはね、ありえません。ね。いろいろ接見に行った、外交官か何か、大使か何かね、そういう話が出てきてますけども、そういうのもね、作り話だと思います、私はね。まあ、カルロス・ゴーンがこういうふうにね、やってるっていうふうにね、思わせるわけですけども、私は、これは信じませんね。この先ね、いろいろ、進展がどういうふうになっていくのか、私はちょっとわかりませんけどもね。まあ、やらせということでね、見ていきたいと思います、今後もね。だらだらとちょっと喋りましたけどもね、ご視聴ありがとうございました。それではまた。